桃太郎電鉄シリーズ、桃太郎電鉄ハッピー桃太郎電鉄ハッピーは、ハドソンが1996年12月6日に発売したスーパーファミコン用ボードゲーム。桃太郎電鉄シリーズの第6作で、スーパーファミコンでは本シリーズ最後の作品でもある。スーパーファミコンでは最後の作品となった今作は、この時点での桃太郎電鉄シリーズの集大成で、 あるとも言える。本作では、ロムカセットの容量が、前作、デラックスの1.5倍になり、SPC7110 と呼ばれる特殊チップが、搭載された。ボンビラス製、運賃改正など後のシリーズ作品で定番となった、要素が多数登場しているのも、本作の特徴である。その他にもゲームバランスが一部変化しているが、ゲームの基本的なルールは、デラックスと同じであり、 作中のルール説明の際にも、その胸をキャスターの桃太郎が語っている。そのため、前作までに登場したイベントの多くや、ゲストボンビー、コマルンが引き続き登場している。佐久間明によれば、本作のタイトルのハッピーとは、ハッピーエンドの意味が込められており、当初、桃太郎伝説シリーズは、本作で制作を終了する予定であったという。しかし、 本作の発売後もシリーズは継続し、1年後の1997年12月23日に、桃太郎電鉄7が、プレイステーションで発売された。これらの変更点は、ジャンプ放送局の常連投稿戦士によって考えられたものも多い。スタッフロールに常連のペンネームが多数掲載されている。太地の駅は、目的地になる駅。本作は、中国地方に、 カード売り場が存在しない。一定の条件が重なると、ゲームが進行しなくなる不具合がある。JR 西日本とタイアップした、JR 西日本桃鉄ハッピーラリーが開催され、桃太郎電鉄ハッピー切符 i2 もしくは、青春18切符を購入することで参加ができた。総合優勝者は、セガサターン用ソフト、桃太郎同中期のスタッフロールにて、名前がクレジットされた。 本作には、キャンペーン用の、年末、桃くじが付属し、当選すると、賞金や、キングボンビードデカ人形などのオリジナルグッズがもらえた。当選発表は1997年1月15日に、新宿の朝日生命ホールで行われた。ありがとうございます。